どうしていい？はい。AX プラス A が。AX プラス何？ A。B。あ、はい。A プラスが A 次乗プラス X より大きい。A 次乗プラス X より大きい。元形、ただし A は定数とする。ああ、これをやりなさい。じゃあいきますね。で、とりあえずね、不等式っていうのに 5x たし2が 3x プラス4とかなったときどうするかって皆さんこういうことをしてました。よろしいですか。そして 5-3 は 2x で 4-2 は 2 で x は1より大きい、こういうことをやってました。で、これでいいんです。ともかく x の式にすることなのでわかりますよね。X 固めて割るってことします。だから簡単な問題なんですが、まあとりあえずやってみましょう。文字があることが問題です。 A 次乗 A でございます。これ結構ですね。で、これ X を振ります。まあ A が定数なので常識的なことにしましょう。で、一応これ因数分解しておきましょう。こうします。で、こっからが難しいんですよね。どうするんですか。どうするんですか。あ、すみません、ダメです。簡単でしたね。すみません、3年生一級の失礼でした。どうするんですか。A 区1で割るんですね。あ、わかりました。じゃあ、あなたの言うことを信じてこうなるんですか。これでいいんですか。はい、これは0点ですね。なんでですか。これ良かったの。ダメよね。じゃあどうする。教えてよ。いやどうするの。っていうか習った。ああ、習ってないのは重要だよ。絶対重要だよ。これはもう最低限の数学基礎だから。どうする。どうする。そう、場合分けする。どういう意味なんですか。ああ、まあいいや。今彼が言ったヒントになるんだけど、まあ、もう大体彼分かってるんで、これはダメなのはなぜかというとね、a-1 で全部割ったんだよな。そしたら負の数で割ったらダメだよね。負の数で割っちゃうと不等号が向き変わっちゃうんだよね。だからそういうことで彼が言った主張で場合分けしますよ。 a-1 が正の向き、 a-1 が0の向き、A-1 が0より小さいときと3つに割ります。いいですね。で、これはすなわち A が1より大きいとき、 A が1のとき、 A が1より小さいとき、こういうふうに3つに割ります。これで点数がつきます。これでなんか、まあ、15点だったら5点、5点、5点。そしたら A が1より大きいときどうなりますか。 A が1より大きいときはこれが正だから、そのまま不等号の向きは変わらずこうなって、これで OK です。これで OK です。大事なところで来ましたね。聞いとった方がよかったけどね。じゃあいきますよ。じゃあこれですね。じゃあちょっとこれは保留してこっち行きましょう。これ負だからどうなる。この向きは全部 a-1 で負の数で割るから不等号の向き変わるよね。そう、ここは重要なんだ。で、一応ここは1乗3で約分して a です。これを答えます。いいですね。わかるね。ここがポイントだよね。元の式に向き変わってるよね。いいね。ここで点数だね。で、次これだな。交流したやつ a が1の向きでどうするかというと、A-1 で割れないんだよね。なぜかというとね、今日これは緑で書くのは余計な話なんでメモしとくといいんだけど、例えば0分の1という数字が0で割るってことが許されたとしましょう。そしたら0分の1を X としたときに、これもしこれが事実ならこうなりますよね。0かけてみて。要するに0で割るってことね。0で割ることを認めたら、あるものを0で割りました。まあ1にしました。それ0倍したときに、X0 倍して1になるやつある。世の中。この X に該当するのありますか？ないよね。ってことはね、分母を、これはありえない。
ありえないから、分母イコール0はダメなんです。絶対ダメなんです。いいですね。0で割る作業というのは許されないです。まあまあ0での割り算はダメなんです。ダメってことです。そしたらここで a 引く1で a、 まあ一応この時はどうするかというと、もう a 引く1で割った時点でアウトです。ということはどうするかというと、a イコール1を代入するんです。そしたら1引く1で、まあ、1を買い取ってで、1の1引く1です。これでよしですね。で、これは 0x です。で、これは0ですね。1引く1で0ですね。そしたら、これ0でしょ。0×x0 でしょ。0より0大きいですか。0より0大きい。違う。だから、ないから、買いなしです。これ、不定期です。不定期。となります。いいですか。だから、この問題ってあんまり大変なんです。ここまで書かないといけないです。で、こういう真剣模試とか言って、それも最初のね、ちょっとした問題にこれがあります。ここでもうつまずくんです、みんな。で、君たちは大問で出てきます。いいですね。こうやって分割します。よって、まあ、これが答えになるんで、まあ、これ答えはもうこれで結構でございます。だから、これの時は、これ。これの時は、これ。これで結構でございます。AX プラス B、まあ、この問題でいきましょう。でこの問題でいけば、普通通りこういって、K 分のマイナス B と引きたいけど、これはもうダメです。間違いないです。必ず A が正の時、A が0の時、A が負の時に分けます。いいですね。そして正の時はそのまま、A 分のマイナス B。これを。A が負の時は、向きが変わるんだね。負の数をかけるから。まあ、負の数を割るから、ね、割るっていうか、掛け算と一緒だからね。これいいですか。で、A が0の時は、0x がマイナス B だから、こうなる。そうするとどうなるかというと、ここで分かる。B が正の数の時は B が正の数であればこれ負になるでしょ。だから全ての実数となります。どんな数が入っても OK ですね。で B が0の時、これまた分かるんです。 B が0の時は0より0は小さいことないから買いなし。じゃあ B が負の時はどうなる。B が負の時はありえないね、これはね。だからこれも変えました。こういうふうに言います。よろしいでしょうか。こういうふうに分けます。いいですね。で、次の問題、はい。過去 A プラス B、 A プラス B、 はい、 X、 はい、以上の以上、1個つけますか。あ、逆、失礼しました。小なりって言います。イコールはないですね。あります。ありますか。じゃあ以上、はい。小なりイコール、はい。 A の2乗マイナス B の2乗です。あ、これ括弧つける必要はないですね。はい、これを解きなさい。で、これも大変ですね。どうするかというと、またいつものパターンですが、まあ因数分解まずしましょう。こうします。そして倍分けします。 A たす B が正、 A たす B が0、 A たす B が負、こういうふうになります。よろしいですね。必ず分ける。そしたら正の時はどうなるかという、そのまま全辺 A たす B で割ればいいからこうなります。で A たす B が0の時は 0xA 引く B かける0で、そうなると、0かけ0は0ですね。0かけ0は0だから、でこれはまあまあ、すいません、
まあまあ 0x が0になるから、これは統合は大丈夫ですね。不統合は無理だけど、統合どんな数字でもいいでしょ。だから全ての実数、そしてこれが負の時はどうなるかというと、x がこれ逆向きになるんですね、今度はね、 a-b というふうになります。ということで答えが出ました。わかりましたか。 a-b より大きい。だからこの時は、ごちゃごちゃごめんなさい、 a+b が正の時はこの答え、 a+b が0の時は全ての実数、 a+b が0、1の時は a-b 以上となります。問題ありますか。大丈夫ですね。はい、じゃあメモってください。